放送サービスセンターです。我々のブースでは、通訳の音声を、スマートフォンアプリで聞ける、システムを開発いたしました。本システムはですね、従来通訳システム、通訳の音声を聞く場合ですね、簡易無線方式、こちらはお安くて、音質がお安い代わりにちょっと音質が良くない、もしくは混信するリスクっていうのはあったんですけれども、こちらはですね、音質が大変クリアに、音声を聞くことができます。また赤外線ですね、こちらレシーバーを、お渡しした場合ですね、紛失のリスクですとか、コストが高くなりがちなので、お客様の端末を使用して音声を届けるこちらのアプリケーションですと、コストを安くご提供させていただけると思います。もしご興味ある方はですね、弊社ホームページまでお問い合わせいただければと思います。川上産業株式会社の田辺と申します。国際会議等で使われる、同時通訳ブース、こちらを展示しております。もともとはですね、我々、プチプチを製造しているメーカーでして、技術を利用したこういった、吸音プラパールというものを作っております。それを、活用したブースとなります。このブースの特徴なんですけれども、簡単に組み上げることができて、かつ軽いというところがポイントとなります。コインロック式でロックをすることで、こういった形状で自立するブースが出来上がります。